台湾アオハブトリメリスラスステナキャリーは、マムシアカに属する毒蛇の一種。アジア熱帯域に分布する。種商名ステナキャリーは、スミソニアン学術協会の爬虫類学者だった、レオンハルトヘススティジニガーへの懸名である。英名としては、バンブーバイパーチャイニーズツリーバイパーバンブー、スネークチャイニーズグリーンツリーバイパーチャイニーズ、バンブーバイパースティジニガー、エスピットバイパースティジニガー、 エスパームバイパー、レッドテールスネークスティージニガー、エスバンブーピットバイパーなどがある。台湾産個体は、フォーモスンバンブーバイパー、台湾グリーン、ツリーバイパーとも呼ばれる。最大で全長75センチメートル、お腹14.5センチメートルになる。オスの範囲形は短く、分岐点よりも先まで棘を持つ。体鱗は体中オーブで21列。 上唇板は9から11で、分担板とビータの間には継ぎ目がある。前眼うろこは単独で細く、黄線が入ることがある。両前眼うろこ間には11から16のうろこがある。腹板は150から174。押した板は54から77個で体をなす。背面は明緑色から暗緑色。覆面は単緑色から白。体側には上側が白。 下側が、大々から、茶色の帯が走る。この帯は、体の最も外側の鱗列とその下の鱗列に位置する。夜行性、半樹状性で、サンチリンの渓流周辺や水田に見られる。おそらくカエルが主食だが、小型哺乳類、鳥類、トカゲも食べる。産脂数は3から10。強力な出血毒を持つ。アッサム州、ネパールから、ミャンマー対王国。 ラオス、中国南部、台湾に分布する。レビトンニトルは、ベトナムにも分布するとしている。元産地は当初、福建省を勝負師とされたが、その後、ポープポープによって、福建省北西と修正された。ありがとうございます。